昨年度のルーキーリーグ振り返りまして、まあ成績はもう安定的にちょっと一番ボトムのところにいるので、まずはチームビルディングですとか、あとは個人のスキルアップを狙ってっていうところだったんですけども、力及ばず、特にやっぱり45分ハーフのゲームということと、あとは春から立ち上がって夏に終わるっていう、まあ非常に厳しいコンディションの中でやらなければいけないっていうところでの差が如実に出たのかなというふうな感じをしています。今年に関しては、そういったところのコンディションも含めて早々から少し手をつけたっていうところもあって、多少の改善はできるんじゃないかなというふうに感じているので、ぜひまあお越しになった、特に保護者の方もたくさん応援に駆けつけてくれてますので、そういったところでいいゲームをしてのは当然なんですけども、まあ、結果は少し出していけたらなというふうに感じています。